開幕3連敗を喫したホークス相手に迎え撃つは佐々木朗希の立ち上がり。1番中村はレフトフライ、2番近藤空振り三振のスタートを切りました。柳田にヒットを打たれてランナーワイルドピッチで三塁も栗原はピッチャーゴロという佐々木朗希の立ち上がり、失点ゼロでスタートします。ホークスの先発は武田翔太、今シーズンの初先発でした。タイの先頭の山口がツーベースを打って角中がフォアボール、三塁一塁とランナー溜まって小川、今日セカンドスタメンだったんですが、ここはキャッチャーのファールフライ、ツーアウトになって佐藤俊也は打ち上げてショートフライ、佐々木朗希の援護点2回にはもたらされませんでした。武田翔太が粘ります。2回も三者凡退で封じた佐々木朗希、3回、ここは増田をセンターフライ、さらにランナー溜めたんですが近藤に対しては見逃し三振と、ランナーを溜めても落ち着いてましたね、さすがさんね。そうですね、まあ、自分のピッチングをねしっかりできましたよね。はい、で4回です、佐々木朗希柳田に対してこのストレートで空振り三振、1回から4回までずっと三振は継続しています。何が良かったってのは何かありますか。いや、いつも通りのピッチングができたんじゃないですかね。それが良かったということです ね、はい、まさに自分のピッチングをすればおのずと結果はついてくる、それを体現した。で今日はこういい当たりも飛ぶんですが、それぞれ外野の守備範囲に収まるというピッチングにもなりました。さあ、その佐々木に援護点をもたらしたいマリーンズ、ランナー2人ためて佐藤俊也、先ほどはチャンスで凡退したんですが今度は左中間きっちり破りました。武田はどうだったでしょうかね。まあ、なかなか投げれる球種がね偏ったというところでは、まあ、苦しいピッチングになったんじゃないのかなと思いますけどね。カットボールやストレートに頼っていたんですがマリーンズそれを逃しませんでした。さらにランナーを置いて平沢、佐藤俊也のタイムリースリーベース、2点が入った後は平沢のタイムリー、大きかったですねこれね。まあ、ここね2点で終わらないでこの1点がね、まあ、最後もね大きかったなっていうところありますよね。平沢には久しぶりのタイムリー、打点もつきました。そしてこの援護をもらった佐々木朗希、5回、上林三振、そして増田のあたりはセカンド小川がいいプレーでアウトにします。バックもどんどんと佐々木朗希を盛り立てます。6回に入るとまだ毎回奪三振は継続、先頭バッターの回はスライダーで三振、さらにフォアボールこそ出しましたが柳田すくい上げた当たりだったんですが、今シーズンまだホームランのない柳田、もう一伸び足りないライトフライ、佐々木朗希がここも封じました。球数もよく7回まで来ます。ここの回は先頭の栗原三振、164キロが記録されました。この7回にして球数80球を超えるところで164キロ、そしてヒットを打たれた後に今宮はセカンドゴロ、ダブルプレーでここで佐々木朗希7回88球3安打1フォアボール無失点、3試合いずれもこれで無失点でマウンドを降ります。8回はペルドモだったんですが、そのペルドモをヒットを許してランナーをためて二塁にはダイソー周東で1番に今日座っている中村、打ち取った当たりはあったんですかね。まあ、ここはまあ中村のね、まあ、技術が勝ったというところでしょうね。1点を返して3対1、しかしその後はペルドモを踏ん張りました。近藤はセカンドゴロで3対1、2点差でゲームは9回に入ります。で9回に入って増田が出てきたんですが、その増田、柳田がピッチャー強襲のヒット、栗原ライト前ヒット、牧原レフト前ヒット、ノーアウト満塁、そこで今宮だったんですが、これがインフィールドフライ、セカンドフライです。ヒット1本で同点逆転ですからね。さらにガルビスセカンドゴロ、この間にランナーは1人帰ってきますが、アウトを1つ取って2アウト3塁1塁、ただヒット1本でホークス同点、抑えればマリーンズの勝ちというところで、今日は途中出場の周東はセンターフライでゲームセット、佐々木朗希このガッツポーズ、マリーンズ勝ってこれでホームは7勝1敗、開幕3連敗のホークスにまず1勝返しました。増田が発表を踏む西武を、放送席、そしてマリーンズファンの皆様、お待たせいたしました、ヒーローインタビューです。まずお一人目、今日も7回無失点、見事なピッチングで3勝目、佐々木朗希投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。
ロキさん、まずは今日の相手首位ホークス、どんな意識で今日のゲームには入ったんでしょうか。開幕で5、3連敗して、悔しい思いの中で、今日何としても勝ってやろうと、はい、思って投げました。その言葉通りチームに勝ちを導く7回無失点、今日のピッチングご自身でいかがですか。苦しい形になってしまったんですけど、3点入って、そこからまたさらに気持ちを入れて、はい、しっかり投げれたかなと思ってます。お隣にいらっしゃる頼もしいキャッチャーが打ってくれました。あの場面改めてどうご覧になってました。いや、もう茶谷さんの時とは違って、はい、僕は信じました。そして改めてご自身のピッチング振り返ると、終盤に来て今日最速164キロも出ました。あのあたりスタミナ面も関して手応えいかがでしょうか。前回バツしまったので、ペース配分考えながら、後半いい打順だったので、しっかり気持ち入れて投げれたかなと思います。そしてローキさん、開幕から3登板で3連勝できています。今シーズンここまでの手応えいかがでしょうか。そうですね、早い回にこう得点、してくれているので、はい、そのおかげでこういいピッチングができているかなと思います。それでは次の登板に向けてマリーンズファンに最後にメッセージをお願いします。まず明日、明後日、福岡の、帰りを返せるように、頑張ると思うので応援よろしくお願いします。次の登板も期待しています。ありがとうございました。おめでとうございました。まずは佐々木朗希投手のインタビューでした。そして続いてはもちろんこの方です。4回先制タイムリーヒット佐藤俊哉選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。お互いになかなか得点が取れない中、あの4回でした。ツーアウトながらランナーを置いて、どんな意識でバッターボックスには入ったんでしょうか。そうですね、その前の打席でやっぱチャンスで凡退して、なんとか次の席でなんとかみんなでつないで僕に回してくれたので、本当に自分もやるべきことを本当にやれてよかったなって、本当に良かったです。出てこしらさんにとっても4月11日以来久しぶりのヒットになりました。いいきっかけにしたいんじゃないですか。そうですね、ここのちょっとバッティング悪いんで、これを機にもっともっと打てるよう頑張ります。そしてあの一打が佐々木朗希投手にとっても本当に大きな援護になったと思います。ちなみに何か声などは佐々木朗希さんからはかけられたんですか、打った後は。そうですね、本当に守備頑張りましょうって言われたんで、ちょっと前半ポロポロしちゃったんで、なんとか安心して投げれるように頑張りますと声かけさせてもらいました。改めて今日は朗希さんを引っ張ってしっかりと無失点で抑えました。今日の朗希さんの投球はキャッチャー受けていていかがでした。そうですね、本当にいつも以上に今日はまっすぐに本当に来てるなって、気合入ってるなって思ってたんで、その球利用して自分のできることをしっかりやっていこうっていうふうには思ってリードしていきました。そして先ほどロークさんもおっしゃってましたが、改めて開幕カード悔しい思いをしたホークス相手にまず一つ返しました。この一生の思いいかがでしょうか。そうですね、ホームでの勝率もいいですし、本当この流れに乗ってもう三立てして次のとこに行けるように、まずは一戦一戦頑張っていきたいなというふうに思ってます。今言葉がありましたが、ホームここまで8試合戦って7勝1敗です。このホームの強さの要因はどんなところにあるんでしょうか。皆さんの声援のおかげです。さあ、それでは今日も熱い声援を送っていただいたマリーンズファンに明日に向けてメッセージお願いします。明日も打って守ってしっかり勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。明日も期待してます。ありがとうございます。頑張ります。おめでとうございました。今日のヒーロー佐々木朗希投手、そして佐藤俊哉選手でした。年齢こそ佐藤俊哉選手のが上ですけれども、同期です。4年目のこのバッテリーが見事な、今日は打ってそして守って投げてホークス相手に勝利をつかみ取った今日の2人になりました。ヒーローインタビュー聞いて佐々木さんいかがだったでしょうか。そうですね、ほっとしてるんじゃないですか。久しぶりのヒットとね、いいところで打てたんでね。そうですね、ちょっともう本当に2が連発するぐらいちょっと憔悴しきったような感じで、最後もタフなところを守りましたんでね、
という佐藤俊也選手でした。まあ、でも佐々木朗希投手も同期というところもあって、ちょっと守備の方頑張りましょうなんて声をかけた、そんな間柄もよく伝わるようなインタビューになりましたし、何か責任感といいますか、そういったところは佐々木さんより出てきたなって感じが声では感じません、佐々木朗希については。そうですね、まあ自分がしっかりね投げれてるっていうところでやっぱ勝ちにつながってるんでね、まあ、そういったところはやっぱあるんじゃないですかね。4年目でね、本当に自分がチームを引っ張るという、でまさに有言実行で、まさに3連勝、3戦3勝はゼロでここまで来たというところ。で佐々木さんがおっしゃった通り、誰がどこで点を取るんだと、当然ホームランも打たれてないわけですから、どこまでこれを伸ばせるかというのも楽しみな佐々木朗希、ここのピッチングになっていきます。今このまま順調に中6という感じでいくと、次はどうしても28日ですかね、京セラドームのオリックス戦、さらにその先を見据えるとこのゾゾマリンで再びホークスが子供の日に出てきますので、こういう流れになるのか、それとも一回飛ばしたり間隔を空けたりするかどうかは明日以降のまた状態を見てということになりそうです。お客様の前でまた声援に応えて、マー君の人形を抱きかかえている佐々木朗希投手ということになってまいります。